皆さんこんにちは、松下浩二です。今回はですね、ミドル処理、ミドルでのカットのやり方について説明をしたいと思います。松下浩二の今夜もカットマン。まず、ポイントとしましては、ミドルに打たれた時にはどうしても、詰まりがちになってですね、自分のスイングがなかなかできない、ように、なってしまいます。まあ、ですので、ポイントとしましてはしっかりと、フォアカットする時には右足を引いて、自分が打つスペースを作るというところがバックもそうです。バックでミドルを処理するときには、左足をしっかり後ろに下げて打つスペースを作ってスイングをするようにするといいと思います。ですので、まあ、ミスが多い選手というのは足がこう引けなくて、どちらかというとそのままの平行足の状態でこう詰まった形で体だけこう移動させて打とうとしますので、まあ、そうすると自分のスイングができなくなってミスが多くなってしまいます。まあ、時間がないときにはどちらかというとこうバックでスイングをすれば、まあ、角度はバックも出やすいので返球はしやすいと言えると思うんですけども、まあ、しっかりとしたカットをするためにはしっかりとこう足を引いてですね、スイングをするようにしてみてください。で、練習方法としてはミドルにドライブを打ってもらって、それをフォアとバックで切り返しをするという練習がいいと思います。ちょっとやってみます。このように足をしっかりと後ろに下げて、このように足をしっかりと後ろに下げて、処理をする。まあ、そうすると、スペースがこう出て、スイングがしやすくなりますので、しっかりと足を下げるというようなところを注意してやるといいと思います。まあ、私の場合はどちらかというと、緑に打たれた瞬間に、まあ、フォアカットするときには足を、まあ、極端ですけどこのくらい、後ろに、まあ、下げてですね、それでスペースを作って、スイングをしています。まあ、ですので、まあ、最初はなかなか難しいと思いますので、まあ、この、足の角度と卓球台、まあ、胸の角度が90度になるぐらいまではこう開いてスイングをするようにするといいと思います。まあ、最初は一本一本で切り返しをしてもいいんですけども、まあ、自分でこう判断をして、まあ、2本でもいいですし、まあ、1本でもいいですし、まあ、この辺は自分のこう判断で運動準備を進めていくといいと思います。で、まあ最初はなかなか難しいので、自分のこの、まあ、基本姿勢に戻るのは難しいと思うんですけど、こうある程度足の切り返しができるようになったら、打球をしたら、自分の基本姿勢に戻ってからミドル処理をすると、まあ、より実践的な
今のような、速さであればしっかりと足は切り返せるんですけど、速いボールが来た時にこうとっさに足が引けない状態っていうものが、出てきます。その時には、バックで、どちらかというとこうお腹をですね、へこませるような感じで、少しこうジャンプするような形で、処理をすると上に上がることによって、ラケットにこう体重移動が、乗って、処理することが、できますので、本当に、時間がないという処理の一時的なしのぎ方なんですけども。処理をするというやり方も試合の時に使えると思いますので、これは下の判断になりますので、そのようなボールが来た時に、こう少し伸び上がる形で、いろいろ処理をするというようなものも練習の中です、どちらかというとこう打球練習で速いボールを打ってもらって、でそれで、真ん中に来るボールをこう処理するやり方を覚えると、いいと思います。はい、ありがとうございました。松下浩二のオンラインサロンラボース。